こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。今回は、ヘンリー8世の5番目の王妃、キャサリン・ハワードです。ヘンリー8世に処刑されたもう一人の王妃。アン・ブーリンを動画にしたのなら、この人のことも語っとかないといけません。またヘンリー8世か。また悪いことするんか。ただ、今回はヘンリー8世が悪いとは言えないお話。振ってはいた幸運に、ついはしゃぎすぎたシンデレラ。自分が結婚した相手の恐ろしさも知らずに、恋の熱に浮かされてしまった。愚かで浅はかで、そして悲しい少女の人生です。キャサリン・ハワードは、1521年頃にロンドン、ランベスで生まれました。由緒正しい貴族であるハワード家は、家柄は良かったのですが、家は兄のノーフォーク公が継いだため、次男であるキャサリンの父親は、土地も資産もなく裕福とは言えませんでした。しかも持参金目当てに結婚を繰り返し、その連れ子も養育して子供は20人近くいたと言います。そんな中でろくな教育など望めるわけもなく、キャサリンはほぼ、ほったらかしにされて育ちました。ちなみにキャサリンの父親はアン・ブーリンの母親の兄で、キャサリンとアンはいとこにあたります。父親が他界すると、キャサリンは親戚をたらい回しにされた後、父親の義理の母にあたる、アグネス・ケルニーに引き取られました。そこには他にアグネスの教育を受ける少女たちが数人いて、キャサリンは彼女たちと共に暮らすようになります。教育のために引き取ると言っても、現実は厄介払いされた少女たちをやむなく受け入れたようなもので、実質は放任状態です。そのため大人になっても、キャサリンは読み書きさえまともにできなかったと言います。それでも、厳しい教育で育てられる他の貴族の娘たちとは違い、良くも悪くも、自由でのびのびとした環境の中、キャサリンは魅力的な美しい女性へと成長して行きました。そしてそのうち、アグネスの目が届かないのをいいことに、少女たちは寝室に恋人を引き入れ始め。キャサリンも、音楽教師のヘンリー・マノックスや、秘書官のフランシス・デレハムという恋人との恋愛を楽しんでいました。しかしキャサリンの奔放ぶりに慌てたアグネスは、今更ながらきちんとした教養を学ばせようと。キャサリンを、ヘンリー8世の王妃だったアン・オブ・クレイブズの次女として出仕させます。キャサリンは血筋はいいからな。叔父のノーフォーク公の口添えもあって、なんとか入れてもらえたらしいぜ。でも、これがいけなかったんだよね。当時ヘンリー8世は、3番目の妻で王子エドワードを産んでくれた、ジェーン・シーモアを亡くし、新しい王妃、アン・オブ・クレイブズを迎えていました。しかし、夫婦仲は初めから良くありませんでした。自分のお抱えの画家に描かせた、お見合い用の肖像画の美しさに一目惚れしたヘンリーだったのですが、実際の彼女は、肖像画とはかけ離れた容姿だったのです。そのことに怒ったヘンリーは、彼女との結婚を勧めたトマス・クロムウェルを処刑してしまいます。はい。安定のクズっぷりです。ヘンリーはすぐにアンと離婚することにしました。しかし、他国から迎えた姫君を無下にはできません。しかも本人に何の落ち度もない。そこで、アンとかつての婚約者との婚約がまだ解消されていなかった。これでは結婚は無効だと。ものすっごく苦しい理由をひねり出して、なんとか離婚にこぎつけました。アンはあっさりと離婚を承諾。ただ、離婚されてふるさとに帰るのは肩身が狭い思いをするから嫌だと直訴し、王の妹という王族の称号と、城と十分な生活費を与えられ、そのままイングランドでのんびりと暮らしました。このお姫様は内心よっしゃーって思ったんじゃない？多分この離婚理由から考えると、アン側とも色々協議したんだろうな。どっちも離婚したかったんだ。そりゃヘンリーのひどい噂は聞いてるだろうし、しかも太った50歳のおっさんだしな。アンはまだ24歳だ。でも、ヘンリーの娘のメアリー王女とは仲良しになったらしいぜ。よかったねー。そしてヘンリー8世はアン・オブ・クレイブズの次女だったキャサリンに出会い、その美貌にたちまち心を奪われました。キャサリンを、私のバラ、私のトゲのないバラと呼び、もう夢中になります。そしてアンとの離婚後1ヶ月で2人は結婚。急いでますなおっちゃん。もちろんキャサリンの魅力にドハマりしたってのもあるだろうが、愛人にするんじゃなく結婚したのは、ヘンリーの焦りもあったらしい。王子がエドワード一人では不安だったんだ。そして自分はすでに50歳。もう一人男の子を設けるなら急がなければならないからな。もし愛人にした後キャサリンが男の子を産んだらもったいないじゃないか。って考えだったそうだ。キャサリンには恋人がいましたが、叔父のノーフォーク公の勧めもあり、恋人と別れてヘンリーとの結婚を受け入れます。
大して悲壮感もなくあっけらかんとしていたそうです。一説では降って湧いた幸運に喜んでいたとも言います。私王妃様になるんだ、贅沢して綺麗なドレス着て大好きなダンスして楽しく過ごすのという感じでしょうか。まあシンデレラみたいなもんだからな。普通の女の子なら嬉しいよね。相手があのおっさんじゃなかったらな。うん、嫌な予感しかしない。そしてキャサリンが王妃になったことで、おじのノーフォーク公が宮廷で力を持ち始めるといういつものパターンだ。キャサリンの面倒見なかったくせにこんな時だけ。しかし、このキャサリンという少女は、王妃になるという責任を、あまりわかっていなかったのです。結婚後しばらくすると、キャサリンはだんだん不満を覚えるようになりました。夫のヘンリーはキャサリンより30歳も年上です。そして公務が忙しく、大好きなダンスも年だからと一緒に踊ってくれません。窮屈な王妃の生活。上辺では媚びを売り、陰では知性も教養もない自分を嘲笑う宮廷の人間たち。メアリー王女は、自分と3歳しか年齢の変わらない新しい母親を完全にスルー。全く相手にしません。自由に生きて自由に恋愛してきたキャサリンにとって、王妃としての生活はとても退屈で孤独なものでした。そしてヘンリーもキャサリンに不満がありました。なかなか子供ができないのです。そのことでキャサリンを責めることもありました。寂しさの限界だったのか、ただ退屈だったからなのか、キャサリンはこともあろうに、かつての恋人のフランシス・デレハムを呼び寄せて、自分の秘書官にしてしまいます。いやいやいや、あかんでしょ、何考えてんの。デレハムがキャサリン王妃に自分との関係をバラされたくなかったら、自分を秘書官にしろと脅したという説もあるんだ。宮廷に入り込んで利益を得ようとしてたらしい。そしてこの頃、もう一人の男性との関係が始まります。トマス・カルペパー。背の高い美青年で、ヘンリーのお気に入りの従者でした。そのため、ヘンリーの使いとしてキャサリンと頻繁に会い、言葉を交わすことも多かったのです。この青年にキャサリンは惹かれていき、二人は秘密の恋に落ちました。ああ。やってもうた。二人は密かに手紙をやり取りして人目を避け密会を重ねていきます。そんなキャサリンに協力してくれた、とある侍女がいました。彼女はキャサリンの手紙をカルペパーに届けたり、伝言役をして二人の密会を手引きしたりと、積極的にキャサリンを助けてくれていました。その侍女の名は、ジェーン・ブーリン。アン・ブーリンと共に処刑されたアンの弟、ジョージ・ブーリンの妻だった女です。ジェーンは二人が近親相姦の関係にあったと嘘の証言をして、彼らの死刑判決の一因を作りました。彼女はブーリン家とは反りが合わず、疎外感を抱いていたと言います。しかも夫との仲も最悪で、それが理由で偽証したらしいです。最低やな。でもさ、反落者として処刑された罪人の家族が、王妃の侍女になれるっておかしくない？そうや。王妃の侍女なんて家柄のいい貴族の侍女しかなれへんような名誉職やん。まさか。あんたちを陥れる見返りに、夫の死後の自分の出世でも約束されたんかい。まあ、真実はわからんがな。でもなんで侍女やったら、王妃のためにも不倫止めなあかんやん。さあな、王妃に菓子を作って何かに利用するつもりだったのか、カルペパーに買収されたか。実はこのカルペパー、とんでもない奴だって話もあるんだ。庭師の妻を強姦したと訴えられた記録も残ってる。どいつもこいつもろくでもないな。ジェーンの手助けもあり、二人は関係を深めていきました。読み書きがあまりできないながらも、一生懸命書いたと思われるキャサリンの手紙が残っています。あなたが再び私から離れていってしまうことを考えただけで、あなたといつも一緒にいられないと考えただけで、心臓が止まりそうです。いつも一緒にいられたら、私はどれだけ幸せなのでしょう。いつもあなたのことを信じています。あなたが約束してくれたことを信じています。命が続く限り、あなたのものです。でも、いとこのアンブーリンがどうなったか知らんわずはないやん。不倫なんてしたらあかんでしょうが。だけどこの気持ちは止められなかったの。いやいや、命。命かかってまずやん、そんな場合と違う。カルペパーもヘンリーの従者なら、ヘンリーがどういう人間か知ってるだろうにな。そうしているうちに、少しずつ宮廷で二人の仲が噂になっていきました。そして、そのことはヘンリー八世の耳にも入ります。ヘンリーは最初のうちは信じようとはしませんでしたが、匿名で届いた、キャサリンの過去の男関係を暴露した密告書に、とうとうヘンリーの怒りが爆発しました。すぐに二人は拘束され、カルペパーの部屋から見つかった王妃の手紙が動かぬ証拠となり、キャサリンは、貫通罪と反落罪で死刑を言い渡されます。
カルペパーと密告書で名指しされていたデレハムは、拷問の末王妃との関係を自白させられ有罪となり、処刑されました。そして、キャサリンの不倫の手引きをしていたジェーン・ブーリンも、処刑されます。自分が陥れた夫と同じように、キャサリンは拘束された時に一度逃げ出し、ヘンリーに許しを請うと、礼拝堂に続くハンプトン公と宮殿の回廊を泣き叫びながら走ったそうです。しかし取り押さえられ、そのまま引きずられて行きました。ヘンリーは彼女に会うことも、弁解を聞くこともありませんでした。処刑の当日、死刑囚は処刑を見物に来ている民衆の前で、最後にスピーチすることが許されます。その時キャサリンは、私は、王妃としてではなく、トマス・カルペパーの妻として死にたかった。そう、静かに語ったと言います。1542年2月13日、キャサリン・ハワードは、21歳という短い生涯を閉じました。キャサリンは、初めから王妃になれるような人間じゃなかったんだ。そして王妃になるとはどういうことなのか、その覚悟を解き、彼女のそばで彼女を導いて、諭してくれる人が誰もいなかった。それが彼女の不幸だったと思うぜ。王様は愛人作り放題やのに、王妃の不倫は死刑ってひどすぎへん。不公平やわ。この時代の王妃の不倫は決して許されないことだったんだよ。世継ぎの血統の正当性が揺らげば、王朝の崩壊につながる。彼女もバカだったと思うよ。でも、おじのノーフォーク公は彼女の面倒を全く見ないで。ヘンリーが気に入った途端、自分の出世の道具として差し出してさ。だったら初めから、自分が引き取ってちゃんと教育しろよって思う。ちなみにノーフォーク公は、姪であるブーリン姉妹も、ヘンリーに差し出してブーリン家と共に利益を散々貪ったくせに、自分の保身のため案を見捨てたんだ。腹立つわ。ただのクズやん。だけど今回の件で、彼は失脚しその地位を失った。だがしかし数年後、メアリー王女とジェーン・グレイとの戦いで、メアリーの味方につき助けたことにより、彼女の即位後見事宮廷に返り咲いた。なんでこういうやつほどしぶといんだ。余談ですが、キャサリンが逃げ出して走ったハンプトン公と宮殿には、キャサリンの幽霊が出るそうです。あと3番目の王妃、ジェーン・シーモアの幽霊も出るそうです。そしてアン・ブーリンの幽霊も出るそうです。なんかヘンリー8世の幽霊も出るそうです。オールスターやないですか。やだ。イギリスでは有名なゴーストツアーの観光スポットだそうだ。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。